元横浜巨人のクルーン選手の思い出。帽子が斜め、フィールディングが絶望的に下手。実態はフォークピッチャー。ノリは決勝スリーラン。速い球ストライクゾーンに投げられれば他は適当でもなんとかなることの象徴。よく藤川と比較されて伸びがないと批判され続けた。初球のボールで球場がざわつく。劇的なホームラン集めた動画とかに結構な頻度で出てくるような。